はい、どうも皆さんこんにちは、おちです。本日なんですけれども、スウェーデンのストックホルムに来ております。っていうのも先ほどですね、シリアラインっていうクルーズ船に乗って、あのストックホルムまでヘルシンキからやってまいりました。これからですね、滞在時間わずか6時間のストックホルムをですね、日帰りで楽しんでいきたいというふうに思います。これからとりあえず旧市街の方を向いてね、行くために、はい、今メトロの方を向いて行っております。こんな感じでございます。こちら海側で、こちらが陸側なんですけど、これからね、綺麗な景色を見に行こうと思いますので、ぜひ見てくれたらなというふうに思います。それでは行きます。はい、メトロの駅にやってまいりました。はい、こんな通路をですね、次進んでいくと駅が、メトロの駅があるみたいですね。チケットもそこで買うはずです。ということで行ってみます。はい、というわけでメトロに乗っております。シングルチケットだっけ、シングルチケットを買いました。39クローナーですね。日本円でどのぐらいでしょう、ここに書いておきます。はい、メトロに乗ってきました。ガムラスタンという地区に来ております。旧市街でございます。こちら景色がじゃん、はい、旧市街っていう感じですね。めちゃめちゃ素敵です。今日はね、こういったエリアをちょっと散策していこうかななんていうふうに思います。はい、かわいい。じゃあ行きます。ここはパン屋さんでございますね。はいはい、素敵な街並みが広がっていますね。うん、いい感じ、めちゃめちゃいい感じです。はい、このままね、ちょっとこの辺りを散策してみようかなというふうに思います。はい、観光客の方もいますね。はい、だいたい電車で5駅ぐらい、4駅か5駅ぐらいでね、フェリー乗り場から来ることができました。いい感じでございますね。ああ、ストックホルムっていう感じ。うん、すごい、めちゃめちゃいい感じですね。こちら皆さんもぜひ来てほしいなと思います。はいですね、いろいろお店とかも開いてますよ。うん、お土産屋さんとかカフェとかお花屋さんとかたくさんありますよ。まあ、もちろんまだね、朝なんでそんなに、バーとかは開いてないですけど、はい、こんな感じ、めっちゃいい。うん、こんな感じでございます。こんな服屋さんもありますし、お土産屋さんもね、たくさんありますね、本当に。はい、うん、バッグとかもあるね。宝石屋さん、こちら国会議事堂になりますね。で、こちら側が王宮になりますね。はい、そんなエリアに来ております。素晴らしいですね。はい、じゃあちょっとね、国会議事堂の方向いて歩いていきます。はい、こちらが国会議事堂の下になりますね。はい、こんな感じ、めちゃめちゃ綺麗な国会議事堂でございます。うん、いいね。また日本は日本でね、すごくいいですけど、スウェーデンはスウェーデンでめちゃめちゃいいですね。はい、はい、歩いてまいりましたけれども、こちらがですね、反対から見た、国会議事堂の様子にございます。で、逆光で申し訳ないんですけれども、こちらがですね、王様、スウェーデンの王様のお家になります。はい、めちゃめちゃスウェーデンいいですね、北欧。うん、いろんな国歩いてますけど、まあどこもね、それなりに違った良さが
まあいろいろあるんですけれども、スウェーデンはスウェーデンで、またね、同じ北欧の、まあ、フィンランドとはまた違ういいところもありますし、他のヨーロッパとも全然違うので、やっぱいろいろ行ってみるのって楽しいですね。もちろんね、もう写真とか調べたら出てくるんですけど、やっぱ行ってみないとね、実際のところわかんないんで。例えばね、実際のところですよ、例えばあの道にいっぱいね、馬の糞が落ちてたり、その匂いがしたりっていうのはね、ガイドブックじゃわかんないんでね、来てみて様子を見るっていうのは一ついいかもしれないです。はい、こちら正面ですね。はい、いい感じ、めちゃめちゃいい景色が、はい、広がっております。どうですか皆さん、この景色めちゃめちゃ良くないですか。ということでね、しばらくあのあっち向いてね、あの教会の方向いて歩いていくんですけれども、めっちゃいいですね。この辺りは全てね、昔の景色が残っているようですね。この通りも、はい、素晴らしい。はい、チャーチにやってまいりました。じゃあちょっとね、さっき見てたところですね、入ってみましょうか。入ってまいりましたね。こちらチャーチの中になります。はい、こんな感じです。じゃーん。はい、めちゃめちゃ静かで広いですね。高さもあります。教会ですね。久々の教会になります。日本語の案内はあるかな、ないですね。はい、あ、こういうエンブレムというか国旗みたいなのもありますね。ここにも棺がありますね。結構豪華な装飾となってますね。うん、これ歴代の王、キングとかそういう人たちのものかな。うん、はい、キリストがいますね。なんかハリーポッターみたい。こちらの教会になりましたね。お墓がたくさんありました。ハイクラスピーポーたちのグレープお墓らしいです。はい、ということでこっちの方向いてまた行きます。はい、再びオールドタウンの方にやってまいりましたね。ほら、いい感じ、めちゃめちゃいい感じ。こちらちょっと写真をね撮りたいですね。このカフェに今から入ります。はい、じゃあちょっと入ってみますか。メニューはこんな感じ。クローナわからないね。ちょっとお店の雰囲気は、はい、こんな感じ、素敵です。はい、ということでちょっと飲み物だけを買ってね行きたいというふうに思います。見て、オンリー19クローナ、安い安い、200円、300円ぐらいかな。ということでカフェにね、やってまいりました。パネム、パネム、パネムっていうお店かな、パネムっていうお店になります。後ろの景色ね、こんな感じですね。いい感じ。反対側の景色はこんな感じでございます。カフェから出てきましてね、今歩いておりますけれども、やっぱ相変わらずいい景色が広がってますね。本当にお花屋さんもあり、コミック屋さんもありっていう感じでございます。これからですね、王宮博物館に入りたいというふうに思います。中こんな感じです。はい、ちょっと入っていきますね。 OK ですね。190クローナ、
はい、というわけで王宮の博物館に入ってきました。こんな感じですね。はい、王冠とかたくさん置いてますね。なんかね、ちょっと薄暗いですね。あとはこんな感じで王様の服とか置いてます。はい、出てまいりました。よかったですね。ちょっと狭かって展示数自体は20個ぐらいしかなかったんですけど、それでもなんかスウェーデンって感じがしましたね。スウェーデンの王様ですね。はい、ということで別のね、展示場も見に行こうかなというふうに思います。はい、別の場所に入ってきました。なんかすごいここは広いですね。いろいろ肖像画とかたくさん入ってますね。じゃあちょっと見ていこうというふうに思います。こんな感じです。はい、じゃあ行きます。はい、なんかこんな感じでたくさんのものが置いてますね。スウェーデンの貴重なおそらくものがたくさん展示をされております。おー、すごい王様、キングでシャンデリアもありますね。はい、こんな部屋もありましたね。めちゃめちゃ豪華です。なんかシャンデリアもありますし、絵画とかもねたくさんありますね。はい、こんな部屋もありますね。めちゃめちゃ豪華です。上にもねいろいろ絵が飾ってありますし、展示されてますし、シャンデリアもすごいですね。はい、そんな感じでずっと見ております。はい、こちら出てまいりました。広場はこんな感じですね。接近までここで演奏してましたね。めちゃめちゃ綺麗です。はい、ということでそろそろいい時間なので戻りたいというふうに思います。歩いてまいりました。こちらでございます。ここもなかなか綺麗ですね。はい、右手にはカフェもありますし、左手にはお土産屋さんとかが入っておりますね。こちら側はおそらくショッピングストリートになるのかなですね。お土産屋さんもちろんありますけれども、あとね中に入ってみたいというふうに思います。お土産屋さんいろいろ売ってますね。スウェーデンの絵もありますし、こんな感じ。ポストカードとかも売ってます。なんとジャパニーズのあります。はい、見てみましょう。いろいろねこういうバッグとかも置いてますね。119、120で15倍ぐらいするといい感じなのかな。2000円ぐらいです。はい、売っております。お土産屋さんこんな感じですね。ということでちょっとお買い物してきます。はい、しばらく歩いてきまして、こちらオールドマーケットに来ております。ヘルシンキでもね行きましたね。サーモンとかカフェとかお酒屋さんとかいっぱい入ってますけど、こちらはスウェーデンストックホルム版のオールドマーケットになります。雰囲気は、はい、こんな感じでございます。じゃーん、めちゃめちゃいい感じですね。野菜とかも売っております。はい、お酒もね皆さん飲まれてますね。ほらこんな感じです。非常にいいですねこの雰囲気。あ、多分美味しいものとかたくさんあると思います。みんな座って、まあ、ワイン片手にお食事をねしておりますね。平日ですけど今日は非常にいいと思います。はい、魚も売ってますね。なんとこちら見てください、
なんだろうこれ、めちゃめちゃでかいでかい、いい感じ。まあこんな感じです。でもね、3時ぐらいにはここら辺を出て、あの船にね戻らないといけないので、こんな感じです。クエかなこれ、アンコウ、なんだろうこれ、すごいな、すごい、はい、な、はい、こちらもこんな感じですね。果物も売ってます。お肉もね、さっき魚でしたけどお肉も売ってますね、うん、チーズ屋さんもあります。はい、サーモンも売っております。何でも売っております。カニもおるね。お、ロブスターありますね。はい、というわけでこちらのオールドマーケットを出ようかなというふうに思います。じゃあ次はね、もうメトロに乗って港の方に帰ると思いますので、またね船の様子は別途動画で開けさせていただきます。ということで本日もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。また次回ですね、船の様子見ていただければというふうに思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで皆さんお元気で。